こんにちは。こんにちは。今回のフェス、ハロウィンフェスに、魔法使い、バーサス、ナイトバーサス、忍者みたいな、ファンタジーになるならどれみたいな、フェスが行われるんですけど、最初にね、来てもらいました。前哨戦もね、フェスの前に行いたいなと思いまして、もしフェス投票迷ってる人とか、勝った人にね、入れられたりするので、ちょっと今回は、3人に、戦ってもらいます。はい、それでは、右側をご覧ください。今、イカちゃんたちに、アサリを、7個持ってもらってます。あなたたちみたいに7個持ってもらってるんだけど、これがね、ガチアサリになってしまうと、その子は、脱落。負けということで。そう、こんな感じで、こんな感じで、もう1個ね、アサリを持つと、ガチアサリになっちゃうので。どこいるの？みんな。そこね。オッケーオッケーオッケー。そこね。じゃあ、隠れていいよ。よしよしよし。で、今、鬼は見ていなかったので、今から鬼に探してもらいます。見つからなかった人が勝ち。さあ、それでは始めたいと思います。この、アサリかくれんぼ。捕まる子はいるのか？捕まる子はいるのか？アサリをね、投げてもらってみるんですけど、これ捕まったらダメです。一個ずつ投げて。あー、捕まった！誰だ？魔法使い捕まった！魔法使い捕まった捕まっちゃった。まず一人は魔法使い脱落です。あと、ナイトと忍者が隠れています。このちっちゃいところに。二人隠れているので。まず見つからないね。あ、すごいね。見つからない。これドキドキするんじゃないの？おー、すごい！高いとこ見つかった。すごい。もう忍者だ。忍者見つかった。あ、忍者と魔法使いは捕まっちゃいました。みんなに今ね、謝ってます。ごめんねって。このチームの人、ごめんねって謝ってます。ナイトどこだ、ナイト。いた！ナイトすごい！なんかそんな手前なのによくバレなかったね。このバトルはナイトの勝利です。おめでとうございます、ナイトさん。